はい。テッテッマイクチェック戦争の第1級を今この時代です。ラッパスタよろしく。戦争の第1級を今この時代でまだ生まれていない子供たちにプレゼントしないか。今生きている私たちで好きな人がいるっていうことで紛らわしていた。やりたいことがないってこと、このまま行くなと僕の中の僕が命じるんだ。淀んだ街を徘徊する呪いの道化の妖怪が人間と一緒にレストランで命を食べてら退屈なんだよな、なんか退屈なんだよな。昔目があった、いつの間にか見失った。遠く昔にコンビニのトイレに大きな夢を流してきた。ああ俺の夢なんだったけな。ああミイラ取りがミイラになっちまっていたようだ。子供の頃に見た戦争のニュース、矛盾感じ決めた政治家になる。俺が戦争を止めるんだ、正義のふりで意気込んだはずだったのに。アーミス腹に巻いたダイナマイト、初速で狂って黒肉トリップスターでポーカーフェイス、過激なダンスのレジスタンス、ラップを使ったプロパガンダ、バトルくらいで物にしたい。パトリオットの友達と行くぜ、俺の必殺バルブって。何が出るかは俺も知らん、で落ちた天使のラブスクリーム、君の妖刀に惑わされない。狭い都会みたいなナイスガイ、アーツガールドとミッドガールドにニブルヘイムのヘリバーガー。アーレスハーデスとは馬が合う、誰も歯向きはしないで、ゼウスの愛と調和させたる。エンペラー放つグラビガーリフレクハーツバースバー、味方の恐怖の感情くらうネクロマンサー魔術発動。自分の国で人を殺したらあかんとか言いながら他の国は人を殺してこい。これが戦争だ。愛を語りながら殺人を命令することを合法にしている。これが私たちが守らされているルールを作っている奴らの正体だ。私は小学2年生の時戦争のニュースを見てこう思った。王様は矛盾だ。戦争の内地企業ありがとうございました。ありがとうございます。ナンバーさんよろしく。